ガシャモクは、ヒルムシロカヒルムシロゾークに分類される水草である。日本、中国に分布しているとされる。日本では、トネガー水系、ビワコの内湖、それに、九州で稀に生育している。また、日本で唯一自生しているのは、福岡県北九州市南部のオイト池である。多年生の沈水植物。ハワダエンガタゲ、 長さ5から12センチメートル、幅1.2から2.5センチメートル。夏季は6から10月、花形の長さは4から9センチメートル。花は4芯側で、果実は2.5から3ミリメートル。冬に地下茎の先端に植芽を形成し、越冬と栄養繁殖の器官として用いられている。またガシャ木は笹葉元の間に、 主観雑種のインバモを形成することが知られている。同族の笹ササバもに似るが、ガシャモクでは、傭兵がほとんどないため区別できる。また、笹ササバモとの主観雑種であるインバモとも類似するが、傭兵の長さは、ガシャモクと笹ササバモの中間程度である。日本では、ガシャモクの産地は、数箇所しか残存しておらず、環境省のレッドデータブックでは、 絶滅危惧 i 類に指定されている。そのため各地で保護されており、千葉県の手賀沼では、手賀沼にマシジミとかシャモクを復活させる会などの市民団体による保護活動も行われている。福岡県のいと池では、地元の学校の6年生が保護活動をしている。ありがとうございます。